はい、こんにちは、ゆうです。今日はファイトリーグをやっていきたいと思います。はい、で今日は何をするかと言いますと、先日コメントでも動画のコメントでもいただいたんですけれども、例えばゴリバーニとかビバとかチゼルとか火力がどんどんアップしていくキャラクターの火力をすごい上げて、それをこのチダですね、絵画で入れ替えた時に HP の表示とか画面上ではどういった風になるのかっていうことが気になるっていうコメントをいただいたんですけど、確かに僕自身も話では上限があって表示されなくなるっていう話は聞いたことあるんですが、実際どういう風に映るのかっていうことを見たことがなかったので、今日はそれを検証していこうかなと思います。はい、ということでどういう風になるのか早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということでやっていきたいと思います。相手は U2 僕の何にも触っていないサブアカですね。さあ、まあじゃあまずは U2 の方で、まあ適当でいいんですけどね、ここは。とりあえずダメージ与えておきましょうか、倒さない程度に。オリバーニをまあここに出しておきましょうか。さあ、でこうすると火力が200上がるので、こういった感じでゴリバーニの火力をどんどん上げていきたいなと思います。オッケー、これでじゃあジャックをここに使います。オッケー、ジャックここに使って、よし、やっていきましょう。これで貝が今ゴリバーニの火力3300になってるので、これ外しちゃったらムート、外しないでほしいけど、貝がを使ってゴリバーニの HP がどうなるか見ていきましょう。いけー、ゴリバーニで入れ、入った。さあ HP1000 ですね。入ったー。さあ HP1000 ですね。 HP が1000で止まりました。1000で止まったんで1000以上にはならないっていうことなのかな。よーし、ということでギリギリミッション達成。はい、ということで火力が1000以上、1000以上じゃないな、火力が、1100以上になっているキャラクターの HP を貝殻入れ替えるとどうなるのかという検証の結果なんですけど、HP1000 以上は表示されないというわけではなく、 HP1000 で止まってしまうということが分かりました。なので火力が3000あろうと4000あろうと貝殻入れ替えちゃうと HP が3000、4000になるわけではなく1000で止まってしまうということが分かりました。面白かったですね。僕表示されないだけだと思っていたので、なるほど、1000で止まってしまうのか。はい、ということで新しく、まあ、こういったプチ情報、知ることもできたし動画にすることもできたので、もし他にもこういったプチ情報を検証してほしいとかっていうのがあったら、よかったらコメントください。いろいろ検証していきたいなと思います。はい、ということで今日はファイトリーグプチ情報シャープ1でした。よかったら次回も見てください。バイバーイ。